よし、準備 OK だ。いつでも行けるよ。アイちゃん可愛いぜ。今回はちと思考を変えて、エリア18ハード、1から4のボスラッシュを敢行。対するはアルダーク主戦力5人衆、ダイビートとどちらが、上かな。これが、私の、全力だ。そこ先帝の矢よ、キューピッドアロー、引き裂いてあげる。ビーペットスコー、仕掛けるなら今。ソイン、訓練風来せ。システム起動。あとは任せるね。みんなで掴んで勝利ですね。全部片付けようか。ピンク色にして、あ、システム起動。ヘルファイヤー、ビーペットスコー、これはどう。では張り切って生放送。これはどう。任務完了。先帝の矢よ、キューピッドアロー。どうも、絶対アンチ。天雷よ、我が敵を撃て。全指紋サミダレ。それでは張り切って生放送でスタート。落ちて、どこを見て。落ちて、私の拳の出番だね。システムヒルファイア、落ちて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 、ごめんなさい。お姉様、私の活躍見ていてくれた。一生の策があります。鎮圧を開始する。予想通りです。皆さんはこの私が守ります。いやあ、教えてあげる。えいやあ、こよこよ下脱します。やあ、落ちて、シュピリング先頭に勝たせたい。断罪の日、落ちて、ヘイユー、落ちて、ヘイユー、システム起動、落ちて、やあ、ダメージ、やあ、勝利の栄光をあなたに。やっぱダイビートの可愛子ちゃんを最高やな。 MVP はビートブレイカー愛とマドカと仙人はるか。アイちゃんはキクリ&虎鉄戦でのぶちかまし、そしてディストバーンへの痛烈な連打。うちのメインアタッカーは伊達じゃねえぜ。マドカは殴りと必殺でダメージ稼ぎをしつつ、ディストバーン戦での時間停止アシストが光る。次期星5メインアタッカーは格が違った。はるかさんは全体攻撃と陰りへのスタン、ディストバーン戦での粘り強い連打。序盤からずっと支えてくれる頼れる存在だ。アルダークとの戦いが終わったのも束の間、ダイビートの前に現れる新たなる敵。謎の組織オルタナスタイン、そしてアリスカ小作からのゲストファイターたち。ますますメインストーリーが、気になるね。それでは皆さん、お達者でー。